ねほー、ねほー、皆さんこんにちは。今日も僕のチャンネルは賢明と一緒にお届けします。ということはテーマはもちろんそうです、ハイキングです。はい、今日賢明行く山は何ですか？ヨックアイ山という山に今日はハイキングに行きたいと思います。はい、このヨックアイ山に来るときには MTR のレイトンという駅の B 出口に出てください。今日はたっぷりとまたこの香港の大自然をお届けしますので、最後まで皆さん見てくださいね。では、はい、賢明レッツゴー、レッツゴー。バスのロータリーの奥にこの左右黄色の管理事務所が、管理事務所っていうかまあちっちゃい小屋があるんですけど、この隙間から今人が出てきた、ここから入ってください。はい、次は喉がNG、 すいません、カットカットだよ。テイク2、よーい、アクション。はい、ここまで来ましたら次はあっちの奥の階段から上に上がっていきます。はい、一番左の階段です。OK、 次はこっちですね。はい、スタートしてもう5分もすればこういう分かれ道にたどり着きます。一番右側が上級、真ん中が中級、左が初級コースになってます。はい、賢明今日はどれ行きますか？もちろん上級で。レッツゴー。足元気をつけてください。このヨックアイ山という山はそれほど高くないんですよ。196m しかないので、ネットの情報によると上級者コースで行くとものの30分ぐらいあれば登れるそうです。ここの上級コース行くとき皆さん絶対軍手持ってきてください。ロープに捕まって登らないといけないところが途中あるので、ロープ老朽化してるから信用しないでくれって。 あ、なるほど、切れるかもよ。その時はその時考えますうん、楽しいな、アスレチック来てるみたいな。てててららってやつでしょミッションインポッシブルですね。本当に山登ってますね。うん、平地歩いてないもん。平地歩いてない、登山してますこれあれ、これ思ったより難易度高いぞ多分。落石落石、え？ほら、賢明落石したよ。すいません。え？賢明、ドローン。あ、ドローンか。なんかでっかい蜂が近くにいるのかなと思ってめっちゃ焦りました今。マスクしてるから息が苦しいな。196m。 でも今回のハイキングはここがゴールじゃなくてもう一つあるんですよ。次目指すのはあの山。うわー、めっちゃ綺麗。うわー、すごい、すげー。次の小さい山に行きましょう。あっちの、はい、海に出るぞ。おお、わあ、気持ちいい。マジで。声裏返ったよ。うわあ、マジでだよ。おかま、おかまちゃんみたいだった今。うわあ。ここでちょっと休憩してから次行こうと思います。必ず皆さん補給するお菓子とかこういうの持ってきてください。さあ、休憩終わったので引き続き登ろうと思います。次のこの小さい、はい、山はここもどうも入り口が3カ所あるみたいで、一番左
真ん中で一番右手で、今回僕らは海沿いコースで行ってみようと思います。で、帰りはこの一番左手の道から戻ってくる予定です。おお、はいとー、いっぱーっつって、どうしてもやっぱりその CM のフレーズが出てくるよね。出てきますね。落ちたらこれ、落ちちゃいけないんだけどね。絶対に落ちないようにしなきゃダメです。高所恐怖症の人、下見たらダメだな。あー、ダメだ、下見ない方がいいです。灯台が見えてくるはずなんだけど、ジャングルじゃん。ジャングルだ。あ、なんだっけその曲。ドンキです。うわ、出た。うわ、出てて、いや、ふふふ、灯台見えたよ。2つ目のミッションクリア。島の一番先端まで来ました。先端に来るとこの灯台があるので、まあ記念写真撮る人はあの上に登ったりしてるけど、結構危ないので登るときは気をつけてください。ではでは、我々はここからまた折り返します。おい、一番左手のルートから戻ってきました。で、まだ俺ら次この海沿い行こうって言ってるからね。僕の動画が、まあ、皆さんが今後ハイキングする上での比較になるように、あえて今回は全部難しいコース行ってます。ではもう一度気を引き締めて行こうか、怪我のないように。行きましょう。あー、これフリークライミングしてるな。ここはクライミングするのに有名なスポットなんだね。これとかもさ、大丈夫か？なんかちょっともう雨風吹かれただけでボキッといっちゃいそうな作りですけど。ダメだよ、良い子の皆さん、真似しちゃ。真似しちゃダメです。戻ってきたね。じゃあエンディングはカフェでちょっと一杯飲みながら撮りましょう。そうですね。はい、皆さん、カフェで最後エンディングって話だったんですけど、カフェが見つからないので、ちょっと全然違うところで撮ってます。はい、まあ無事に怪我もなく終えましたね。なんとか終わりました。想像以上に疲れたし難しいコースでした。で、まあただ映像を流しててもどんくらい危険なのか分かんないと思うので、前回賢明と言った時のライオンロック、あれを難易度3、スリル3、景色の良さ3という、それを基準にして比べようと思います。はい。で、今回難易度はどのぐらい？難易度は5ですね。スリルは3。うん。じゃあ景色の良さ、景色の良さは2ですね。そうだね、山自体が 196m、 ちょっと低いから、あのライオンロックから見える景色には衰えるよね。で、まあスリルに関してはそのライオンロックのあのすごい 400m の高さの怖さと、はい、こっちは見える高さなんだけど、ちょっと
違う種類のスリル、違うスリルのちょっとヒヤヒヤはありましたけど、うん、大きくは変わらない気がします、ね、はい。でまあ今今日言ったこの山の、ヨッコアイさんの我々の評価なんですが、これはあくまでもアドバンスコース、上級者を全て選んでいった場合の、評価なので、初級コースを行けばもっともっと楽に行けます。まあでもやっぱりどの山も危険なので、はい、しっかりとしたクライミングじゃない、ハイキングシューズ、そしてこの山は絶対グローブ持ってってください。必須ですね、うん、ということで、はい、大満足の一日でした。この良さが皆さんにも伝わってればいいですけども、また賢明と一緒に香港の山登りましょう、ね、登りましょう、はい、お願いします。ということで今日も賢明お付き合いありがとうございました。皆さんも最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた次の回お楽しみに。ジョイン。